ねえねえ、よっち、よっちもさ、プロフィール帳書いてよ。プロフィール帳？そう、みんなに書いてもらってるの。りんちゃんできたよ。あ、ありがとう、わあ、めっちゃ書いてくれてるじゃん、ありがとうね。じゃあ、よっちもよろしくね。マジかよ。なあ、りょうけん。あ、どうした？りっちゃんから頼まれたさ、このプロフィール帳なんて書けばいいの？いや、普通に書けばいいんだよ、そのまま。普通にか。いや、でもさ、この長所とかさ、どうやって書けばいいか分かんないんだよ。おぉ、だって、おぉ、だって大丈夫、危ないな。え、先生が危ないって言ってたじゃん、これやめた方がいいよ。死んだかと思った、今。うわ、怖っ、びっくりしたわ。もうやんないわ。気をつけて。うわぁ、りっちゃんのやつ全然書ける気しないわ。あっ、うわ、その音やめてくれよ。え、苦手なのこれ。うん、俺も苦手なんだよこれ。あ、苦手なことできたじゃん。お、確かに、これ書けるの。違うな。いや、好きなものとか難しいな。いや、これも違うな。あれ、消しカスめっちゃ出てんじゃん。待てよ、これ全部集めたらめっちゃでかくなるんじゃね。よっしゃ、オッケー。うん、おお、おお、ほらほらほら、めっちゃ、うわっ、これ、あっ、おお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 、すごい。おー、どうした？これさ、よっちに回して。あ、オッケーオッケー。よっち、はい、これ、りっちゃんから。プロフィール帳、授業終わるまでに書いてね、りっちゃん。マジかよ、これ。はい、ということで今回は仲良し5月号付録のメモリアルクリアファイルと新学期応援レターセットを使って寸劇してみました。いやー、あるあるだったね。いや、私とかさ、授業中にめっちゃ手紙回してたの。ね、見て見て、これさ、はやぺこペンギンカフェのキャラクターがめちゃくちゃ可愛いでしょ。めちゃめちゃ可愛いね。しかもクリアファイルも現在連載中で大人気のカードキャプターさからクリアカード編と、連載当時レターパッド付録として絶大な人気を集めたイラストのマジックナイトレアアースのクランプ先生大人気作のメモリアルクリアファイル2枚セットが付いてきて、すっごく豪華だよね。うん、クリアファイルとレターセットがあれば新学期も楽しくなるね。本当だよね。はい、ということで仲良し5月号、気になった方はぜひぜひ概要欄の方から詳細チェックしてみてください。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。